皆さんこんにちは、高田健道です。台湾は日本のすぐ隣にある同じ島国で、やはり地震国としてこれまでもお互いに助け合ってきた親しい友好国です。東日本大震災の時に心のこもった援助をいち早く提供していただいたことで、その絆はさらに強くなりました。この起き上がりこぼしプロジェクトはパリで始まり、これまで世界各地で実施されてきましたが、いよいよ台湾での開催、しかも台湾の友人たちに餌付けをしていただいた時期は、コロナウイルスが世界中に広がり始めたばかりの時で、未知の脅威と困難に立ち向かいながらも、全世界の平和と復興を願い餌付けをしていただきました。この台湾での展示はいろいろな意味で本当に意義のある展示だと嬉しく思っています。皆さんが幸せになるようにという願いで、世界中の人々の心が一つになることを、多くの起き上がりこぼしとともに祈りましょう。ありがとう台湾。